も新しい素晴らしい祝福の一日が与えられました。感謝いたします。主の日をありがとうございます。今日も一日あなたを崇め、あなたを礼拝して生きることができますように。我々の人生が主の栄光が現れる人生でありますように。まずこの礼拝をどうか聖別してください。この時間この場所を聖別してください。天の窓を開いてくださって、あなたの恵みと祝福が豊かに注がれる場所であるように導いてください。まず私たちが本当に霊と誠による礼拝と導かれますように、あなたにまっすぐ向けられる礼拝となりますように。私たちが礼拝を捧げるときに、本当にあなたを持っておられる我々に対する計画すべてが注がれていくことを期待いたします。すべての栄光を主に捧げます。今日感謝と喜びを持ってあなたの御前に出て行きます。救われた者として、許された者として、神の義をもらった者として、今日感謝できますように、今日喜びますように、我らの賛美がこの場所に満ち溢れますように、天でなされる礼拝が今日この場所でなされるように、聖なる神、聖なる神、聖なる神、主なる神様、あなたを褒めたたえます。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。喜び感謝を持って主を賛美しよう。ハレルヤ。
我らの全てを今日あなたにお捧げしたいと願っています。あなたも全てを捧げてくださいました。あなたもあなたの命を我らに捧げてくださいました。今日私たちあなたに何をお返しできるでしょうか。まずこの時間最高の賛美が捧げられるように、心を尽くしてあなたを礼拝できますように。まず神様あなたを愛し、あなたとの愛の関係が結ばれる時間として祝福してください。あふれますように、あなたの愛があふれますように主を求めます。Thank you.
我々の人生に望まれていることを感謝いたします。義と平和と生命の喜び、성령의기쁨으로私たちを満たしてくださいます。今日も満たされて、この場所から出ていくことができるように満たされて、1週間始められるように祝福してください。まずこの場所から始まる祝いを信じてます。成し遂げてください。望んでください。あなたの力を注ぎあなたを求めます。あなたを認めます。あなたを信じます。あなたについていきます。あなたの栄光のためにさらにこのラジオビスチャーチを用いてください。今日語られる御言葉を期待し、今日も感謝を持ってアーメンと答えることができます。主よ、今聞いております。どうぞお語りください。全てを主に期待し、心からの感謝を持って尊き主イエス様の名前でお祈り申し上げます。じゃあ今この時間、使徒信条を持って私たちの信仰告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の主、全能の主なる神を信じ、我々は神の子、我々は主イエスキリストを信じ、主は聖霊によって生まれ、ここでマリアより生まれた、ここでマリアより生まれた、十字架につけられ、死にて葬られ、よみにたたれ、三日目に死人の十字架に生まれ、天に昇り、全能の父なる神の国に立ち構え、かつより至って、生けることを死にて御を裁き、今は、我は聖霊を信じ、聖なる王道の教会、聖霊の交わり、罪の許し、体の御を願い、教えの命を信じ。じゃあもう一曲参加しましょう。